ジを用意しました。で、型がこれです。で、タタラを作ったら新聞紙に重ねて撮ります。これが型です。タラと作ってみましょうか。柔らかい土を用意します。こんなものですかね。はい、一応3枚取り合ってこんなものかな。はい、左で厚み、右で丸み。くっつくんですよ。これぐらい柔らかい。でもこれも中に入ります。で、ビニールで挟み込んで、大体の幅取れたら動かします。はい、取ります。もうここら辺は、だんだん慣れてくると思うんで、これこう、こういうこう、こっちがこうなってます。この分を土を押さえ取って、こんな風に取ってください。こういうのがあれば消しときましょう。空気が入ったわけですよね。竹べらがいいです。竹べらで取りました。これでもう切っておきます。もう型に合わせた型紙を作っておきますね。これくっつくけん、できたらこっちに片栗を塗っておくと、いいんです。さあ、これでもう一回取ります。クリアしました。ここをちょっと丁寧にやっていって、
空気に入ってたところは少し土を持ってきます。のして消えたところはいいです。皮の方を使いました。竹の皮の方を使いました。でまた新聞紙を出します。新聞紙に水分を吸わせるわけですね。そしてこれをで下にも新聞紙を敷いてます。でこれもうすでにこう、塗り始めましたよ。こっちなんかもうかなり塗ってるはずです。はい、これを作る枚数分用意します。これぐらいだったね。繰り返します。